皆さんこんにちは。医学部保健学科画像解析学分野の金田です。ここでは診療放射線技師になるための勉強はもちろんですが、その後大学院生あるいは教員としての研究を見据えた指導を行っています。具体的には2つの大きな柱がありまして、1つは核医学、そしてもう1つはオートプシーイメージングです。まず核医学ですが、これは放射性医薬品を用いた画像診断、そして治療になります。皆さんがよく知っている CT ですとか MRI がですね、主として病気の形を見る診断方法であるのに対して、核医学では機能や対象を見ていきます。さらに放射性医薬品が病気の原因に集まっていく性質を利用して治療したりもします。実はこの分野は日本は少し世界的に遅れていたんですが、ようやくですね、少しずつ薬が使えるようになってきました。これから大きな発展が見込まれます。もう一つ、オートプシーイメージングですが、これは日本語で言うと死後の画像診断になります。最近では昔のように死体を解剖して死因を究明していくということが難しくなってきました。そこで画像診断を利用して死因を究明しようという試みがオートプシーイメージングになります。こういったことをしている施設は全国的にもそれほど多くありません。しかし我々東北大学ではですね、10年以上の歴史があり、事件の解決にも貢献してきています。以上が私からの説明になります。この後も説明が続きますが、ぜひ皆さんが興味を持ってくれることを期待しています。これから当研究室で取り組んでいるテーマの一つである核医学ペットについて説明します。画像診断のための検査は X 線検査、 CT 検査、MRI 検査、マンモグラフィー、核医学検査など様々な種類があります。当研究室では画像診断の中でも核医学ペットに関する研究を行っています。 CT や MRI は臓器の位置や形状、大きさなどの形態情報を表出しますが、核医学では病変や臓器の機能や代謝などの生体機能情報を表出します。ペット検査は核医学検査の一つであり、がんの有無や広がりを調べたり、良性悪性の鑑別をしたりするために用いられる検査です。またがんは離れた位置に転移したり再発したりする場合がありますが、ペット検査は一度に全身を撮影できるので転移や再発の発見に有用です。また治療前後を比較することで治療効果を判定できます。現在ペット検査は大半が FDG という放射性医薬品を使用した FDG ペット検査なので、この FDG ペット検査について説明します。がん細胞は正常細胞の3から8倍と多くのブドウ糖を取り込むという性質があります。 FDG ペット検査ではこの性質を利用し、ブドウ糖に類似した構造を持つ FDG という放射線を放出する放射性医薬品を使用して検査を行います。こちらが検査の流れになります。検査で使用する薬剤 FDG を人体に投与して、専用の装置で撮影し、どこにたくさん FDG が取り込まれているかを画像にします。 FDG の体内分布はブドウ糖の代謝を反映しており、ブドウ糖を多く必要とする脳や心臓、排尿の関係で膀胱や腎臓に FDG は多く集まりますが、がんがあると FDG はがんにも多く取り込まれます。取り込まれた FDG から放出される放射線を体の外から捉えることで画像を取得します。当研究室では核医学ペットにおける測定値の定量化や標準化、撮影装置の性能評価、大学病院やサイクロトロン RI センターと連携した臨床研究の推進に取り組んでいます。
次にオートプシーイメージングについて説明します。オートプシーイメージングとは、死後画像診断のことを指します。画像診断装置を使用し、遺体を撮影することで、死亡時の病態把握や死因究明などを行うシステムです。日本では CT の普及率が高いため、オートプシーイメージング撮影時には CT が多く使用されています。オートプシーイメージングが普及した背景には、日本の解剖率の低さが挙げられます。死亡時に死因を究明する方法として、解剖のイメージが強いと思いますが、日本の解剖率は先進国の中でも低く、警察が取り扱った遺体の10.8%しか解剖されていません。捜査機関から依頼を受けて解剖を行う医師は全国に150人ほどしかおらず、この解剖医の不足が解剖率の低さを招く大きな要因の一つになっています。解剖されなかった遺体は体表のみの検査しか行われず、死因判定には限界があります。そのため、解剖率が低いと正確な死因がわからない遺体が増えてしまい、犯罪や事故の見逃しにつながってしまいます。そこで、低い解剖率を補完し、より正確な死因判定を行う目的で、画像診断装置を使用した死因究明活動が広まりました。以前に比べ、オートプシーイメージングを導入する機関や病院は増えていますが、今後さらなる普及のために、認知度をさらに高めることや、オートプシーイメージングで死因判定できる症例を増やすことが必要だと考えています。そのため、私たちは東北大学大学院医学系研究科 AI センターで撮影された症例を用いて研究を行っています。 AI センターでは、2009年4月から2022年5月末までに2360件の撮影が実施されました。代表的な研究には、薬物中毒死に関する腹部画像所見についての研究や、溺死における肺の分類についての研究があり、論文化されています。参考文献は以下の通りです。以上で画像解析学分野の紹介を終わります。ご覧いただきありがとうございました。